黒猫亭の掟。シャノへの勝手な餌やりは禁止。最近どんどん大きくなっている気がします。テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局。海賊役の脇あずみです。皆さんこんばんは、月下役の富田美優です。テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局スタートです。MBS 東京 MX BS 朝日他で絶賛放送中のアニメプリマドールをより楽しんでいただくためのラジオ番組です。はい、そして今週の掟はラジオネームくるりんさんからいただきました。くるりんさん、ありがとう。シャノ大きくなってる気がするって。え、ちょっとみんな見比べてみて。初登場時のシャノと最後ら辺のシャノ、どうなんだろうね。本当に大きくなってるのか、なってるのかな。シャノも成長したっていう風になっているだけなのかわかりませんけども、貫禄が ねでもこれ以上大きくなったら矢野さんのシャノの鳴き声もさ、ずぶとくなんじゃない。それはそれで聞きたい。にょーにょーにょー気になるね。気になりますが、はい、はい。でもね、猫ちゃんとかワンちゃんってあ、げたくなっちゃわない。はい。あ、琥珀も、はい、あげちゃってる。いっぱい。いや、私がっていうより、仕事の都合で1ヶ月半ぐらい実家に預けたんですよ、この間まで。はいはい。で、明らかに丸くなっているんです。首の周りに1ヶ月前まではなかった浮き袋がついてて、でなんか実家に預けてから半月ぐらいのタイミングで、なんか両親からなんか丸くなってる気がするんだけどみたいな LINE が来たんですよ、写真付きで。なんかあたかも私が太らせたかのような文章で、いやいやみたいな。孫におやつをいっぱいあげちゃうおじいちゃんとおばあちゃんなのよ、本当に。あのね、それうちもそうなの。うちもさ、忙しいとさ、やっぱりかわいそうだからさ、実家に預けてたの、でさ、餌の量はこの何グラムだよって言ってんのに、だってかわいそうだからって言って、そう増やして、そう丸っこくなって帰ってきてさ、いや絶対絶対ね、お米とか食べてると思うんですよね。だってお母さんがそのご飯が炊けて炊飯器鳴るじゃないですか、鳴って炊飯器開けに行くと、こうお母さんのね、こう足にこうカリ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 登るっていうか、こうカリカリするんですって。可愛いんだもんって言ってて、可愛いんだもんじゃないよって言ってそうだよね、やっぱ実家ってそういうとこなんだな、ね、ね、孫のように可愛がってくれるんだけどさ、そう甘やかしすぎはダメよ。ダメよみんな、そうだね。シャノ も太いよ。そうだよ、あの老夫婦だってきっとシャノにあげてたかもしれないよこっそりね、こっそりね、はい、みんなもダメだよ、あげすぎはね、はい、はい、気をつけてください。気をつけてください、はい。番組のことをツイートするときは、ハッシュタグ黒猫亭ラジオ局でツイートしてください、ラジオはカタカナです。ラジオのウォーはワーウォーンのウォーです。わー、はい、設定質問コーナーいいね、レイゼルの弱点はハエ桜、つまりライバルが出てくるわけだ、などツイートしてくれてるそうですよ。勘がいい。設定質問コーナー楽しかったね。ね、そう、あのリスナーさんから届いた質問に公式回答をもらう企画、ミュミュミュな質問でした。これ面白かったですね。面白かった。これ我々も知らないこといっぱいあったから。そうなんですよ、ぜひね、みんなもあの今回が収録は最後なんですけども、12話の感想とか改めて全話見て気になった質問とかがあれば、ぜひあの12月の公開収録でご紹介したいと思いますので、まだまだメール募集しておりますよ。よろしくお願いいたします。はい、
なんか各オートマタに誕生日ってあるんですかとか、うん、新しい質問がすでに届いているそうです。なんか聞いたら確かにって感じが ねするんで、どうなんだろう、もう作り上げた日なのかさ、うんうん、起動した日なのかさ、あ確かに変わってくると思うけど、そこはどうなんでしょうか。気になるところではありますが、はいはい、そういうのね、気になったものがあったらじゃんじゃん送ってください、ください、はい、では黒猫亭ラジオ局今週も開始です。テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局、それでは11話の感想が届いているのでご紹介しましょう。はいはい、パワーカーブさんからいただきました。ありがとう。プリマドール第11話見ました。ありがとう。戦うことを決心したハイカグラとそれを止めるハイザクラのやり取りがめちゃくちゃ悲しかったです、特に暴走して止まらなくなり悲痛な叫びを上げるハイカグラを大丈夫大丈夫と抱きしめるハイザクラの姿が切なかったです、しかしそうした場面でも冷静に優しく落ち着かせるハイザクラの姿がとってもかっこいいと思いました、最後はボロボロになりながらも暴走したオートマタを止めようとするハイザクラをみんなで助けて、ハイカグラを含めた6人で改めて歌を届けてくれたらなと思います。はい、続けてもう1つご紹介します、はい、海外のファンの方からいただきました、私は中国からのファンでプリマドールの最新話を見た後、声優の演技に感動と驚きを覚えました、ハイカグラの言葉に私は黙り込み手放すことができなかった。私はハイカグラの見解を受け入れ、それは真実だと思います。姉を戦争で亡くしたキッカさんの悲しみは癒えず、人間の過ちは許されません、安住とみゆさんはアフレコをしていかがでしたか。どうでした。嬉しいね。嬉しい。海外からのファンの方も見ていただいているって。ありがとうございます。ありがとうございます、そうだね、やっぱ辛かったよね。辛かった。11話はさ、なんかこうハイカグラちゃんがあんなに最初可愛くね、登場してからのちょっと悲痛な叫びがさ、一緒に収録できたの、智也さんと、もうなんか苦しくってさ、ねえ、はい、桜は一生懸命止めたりはしたんだけど、もうボロボロになってしまって、なんか11話は、私は胸が苦しくなる回だった分、思い切ってこうね、今までハイザクラで出せなかった情熱とか、そういう勇ましい部分っていうものを出せた回だったので、こうやってね、海外のファンの方にも褒めていただいてすごく嬉しいですね。ねえ、なんかこう、収録してる時はやっぱりこう我々キャラクターの気持ちになってるから、なんか収録の時はこうとにかく一生懸命な感じだったんですけど、後からこう客観的にオンエアで見ると、なおのことこうちょっと痛々しいというか、そう心えぐられる感じがしたので。そうなんだよね。いやー、でもあとね、みんなで歌うシーンもね、とても感動するところだったな。あれもね、実は後からね、ちゃんとレコーディングって形であれは撮りましたね、確か。そうそうそう、撮った撮った。そうそうそう、なんかこのさ、機械仕掛けのさ、曲もさ、本当プリマドールの初期の頃に、そう撮った曲です。それはアップテンポでかっこいいっていう感じだったけど、そうそうそう、また新しく撮り直したやつはローテンポになって、歌詞もちょっとね、ちょっと変わったよね。変わってたので、そう、なんかよりダークで重々しい感じがね、そう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 、出てて、すごいやっぱ昔から聴いていると、ああやってアレンジされるとすごいゾクゾクするな。ね、だからなんか、その当時、プリマドールのオーディション終わって割とすぐ撮った曲だったから、この曲こうアニメになるって聞いた時に、どう本編に向かっていくんだろうなって思ったら、こういう形でね、使っていただいて、そう、ぜひね、どっちも聞いてもらいたいくらいね。そうなんです。全然なんか
意味が変わってくる感じがします。そうそうそう、違うのでね、うん、元からある方もね聞いていただきたいですし、アニメで使われたね、うん、ローテンポな方もねぜひたくさん聞いてもらいたいです。はい、CD 必聴でございます。必聴だ よ。今手元にね、うん、CD あるの。こちらはいただきました。オンステージとカーテンフォールだ。このカーテンフォールのさ、うん、これなんていうの、この機械、蓄音機。矢野さんが超こだわり抜いて書いたという蓄音機です。うん、ぜひね、本当にプリマドール歌もそうだし、キャラクターデザインも背景もどれもねとっても素敵ですので、サントラもなんかタイトル改めて見ると、なるほどねってなる。かっこいいね。うん、ああもちろん知ってる歌もあるし、ありますけど漢字が多くて読めないそうね、うんうん、あでも暴走人形とか、うん、うわあ、神連れの歌も入っておりますね。いやそうそう、だからぜひね本編で、あこのシーンで使ってたなってこうエモい気持ちになりながらね、いいねこれ聞いていただきたいですね。早く聞いてもらいたい。はい、オンステージの方もね、草加糖とかさっき言ったアイスクリームの歌とかも入ってますんでね。そうそうそう、アイスクリームだと入ってる、ぜひ聞いてください。はい、お願いいたします。お願いします。お、私たちにもメッセージが届いてるのでご紹介しましょう。はい、こちら、はい、クオさんからいただきました。ありがとう。アイジュジュトミー、黒猫亭ラジオ局の感想おめでとうございます。ありがとうございます。そしてお疲れ様でした。ありがとうございます。黒猫亭ラジオは珍しい生収録という形で配信でしたが、うん、収録の合間の雑談やもぐもぐタイムなど、お二人の仲の良さや息の合う掛け合いも垣間見えてとても楽しかったです。イエイ。アニメも最終回を迎え、黒猫亭ラジオも一旦終了となりますが、うん、まだ公開収録なども控えていますし、うんうん、これからまだまだプリマドールを応援していきたいと思います。うん、お二人は今後やりたいことあったりしますか？わーい、やりたいことやって、やっぱ私は接客したいよ。ラジオと全然関係ないけど、うん、そうね、接客ね。接客したいよ。矢野さんが来た回でそんな回もね、うん、そんな会話もしましたが、そう、やっぱそれが一番したいかな。接客ね、接客業したい。うん、あの名古屋堂さんで、名古屋堂さんでみんなで制服着てはい、ステージで突然歌い出すよ。レジ打って、レジ打ちたい。めちゃめちゃやりたいな。レジ打ちね、超楽しそうだな。ちなみに接客したいはね、 AJ の時から言ってるらしい。いやもうずっと言ってるよ私はもうこのお仕事じゃなかったら接客業やってると思う。本当に、うん、それくらいやりたいですね。トミーはなんかやりたいのある？やりたいの？ラジオで？せっかくそうね、ラジオだから、うん、そうだな。でも私も接客したいなバイト経験ないんだもんね。接客、そうバイト経験ないから接客もしたいし、うん、まああとオケコンね、ずっと言ってるオケコンは。あそうね、やりたいよね、オケコンやりたい。あと私はせっかくこうトミーとね、月下と早桜でラジオの仕事いただいたから、はいはい、うん、2人でなんか歌いたいね。歌いたい。そう、早桜とは全員曲以外では歌ってないの。そうなの、そうなの。はい、はい、あどうぞ富田さん、ラジオの曲を作るもう終わるけど、黒猫亭ラジオ局のオープニングテーマを今作る、今作る歌いたい、うん、そうなの。私結構いろんなキャラクターと二人で歌ってたりしてるんだけど、そう、私ほんと一人か、うん、みんなで歌うかしかなかったから、ね、そう、うん、あーそっか、月下が歌い始めるの遅かったからなのかな。そうなんですよ、そっかそっか、確かにそう言われると。そうなんです、だからもっと月下の歌をねこれから聴いていきたいから。聴きたい。ついでに灰桜とも一緒に歌ってほしい。歌いたい。はい、夢はでっかく、やりたい、やりたい、やりたいな。はい、ということでたくさんメールありがとうございました。この後は番組オリジナルラジオドラマ黒猫亭の思い出です。そういえばですね、月下さん、私とんでもない情報を手に入れてしまいました。やぶから棒でありますね。今回こそは元偵察人形である月下さんも知らない極秘情報だと思います。
今回はどんな間違った知識なのでありましょう。そんな毎回私が間違ったことを言っているみたいに言わないでくださいよ。そう言って毎回間違っているような。今回こそはお役に立つ情報だと思います。それでどんな内容でありますか。はい、月下さんはチャーシューの名月をご存知ですか。チャーシューの名月、一応聞いておくのですが、焼き豚の名店のことではないでありますね。焼き豚の名店？月下さん、何をおっしゃっているのでしょうか。なぜか恥をかいた形になりましたが、一応確認しただけであります。ということはチャーシューの名月ではなく中秋の名月のことでありますね。ミュミュ、チャーシューではなく中秋だったかもしれません。かもしれないのではなく中秋であります。そういうことにしておきましょう。そういうことなのであります。その中秋の名月なんですが、何でもお団子が食べられる素敵なイベントらしいんです。ここまではまだ合っているであります。そしてですね、来るであります。なんとお月様にはウサギさんが住んでいるそうなんです。そこまで間違った情報ではなかったのであります。ほら、ドヤ顔が過ぎるのであります。宇宙には空気がないと聞いていたのですが、ウサギさんはどうやってお月様で生きているのでしょうか。月を見上げた時にクレーターというデコボコの部分がウサギのような模様に見えるから、そう言われているのであります。なるほど、そういうことだったんですね。ウサギに見えますか。それはちなみに外国ではカニ、吠えるライオン、ロバ、ワニ、女性の顔、本を読むおばあさん、薪を担ぐ人などに例えられることもあるらしいであります。吠えるライオンと女性の顔、自分が感じたままでいいということでしょうか。そうでありますね。灰桜には何に見えるでありますか。黒いゴマのかかったアンパンのようにも見えますし、揚げアンパンのようにも見えますし、千代ちゃんと一緒に食べたアンパンにも見えますし、確かに一つには決められないかもしれません。アンパンに決まっているような。それにしても今夜は満月で、まさに中秋の名月であります。月が綺麗ですね。それは私何かまずいことを言ってしまったのでしょうか。ある文豪が外国の愛していますという言葉を月が綺麗ですねと翻訳したと言われているのであります。そうだったのですか。なので先ほどのような微妙な反応になってしまったのであります。なるほど。では改めて、月下さん、月が綺麗ですね。そうでありますね。月下さん、なんだかお顔が赤いような。気のせいであります。そうだ、カラスバさんやホウキブイさん、レーチェルさんにも伝えてきますね。それはいいことなのであります。ただレーチェルに言うと大変なことになる気がするでありますが。ではレーチェルさんには言わない方がいいのでしょうか。それはそれで大変なことになるような。ミューミュー、ものは試しであります。伝えて反応を見てみるのもいいかと。それでは月下さん、皆さんに伝えに行きましょう。では灰桜、捕まるのであります。ミュン、飛んでいくであります。月が綺麗でありますので。はい、いい話だったな。いい話だ。これが最後になってしまいました。そっか、ラジオドラマも最後なのか。うんね、切ない。最後だなって思うと今までの灰桜のドジ切なく感じるな。あんなこともあった、あんなことやこんなことがあったなってなっちゃう。ぜひね、あのアニメ
最終回を見ていただいた後にまた一から聞いてもらいたいな。ちょっとね、うん、いろいろね、うん、いろいろ気づくことがあるかもしれないので、ぜひそれはやってもらいたい。はい、見ていただきたい、聞いていただきたい。ちなみに12月の高6でもラジオドラマやります。おお、やったー、やった。5人でできるってこと？高6だから。あ、高6は2人だ。2人っす2人っすよ。そうだわ、うん、高62人だだ、こんなしんみりして終わっちゃったけど、12月の高6ではどうなるんだろう。どうなるんですか。面白い感じになっちゃうのかな。ギャグ、ギャグ、ハイザクラ、ハイザクラはドジをする。やっぱり、はい、いつも通りいつも通りです。通常運転、はい、それが聞きたい、うん、はい、ありがとうございました。はい、そんなラジオドラマでございました。はい、じゃあコーナーも最後ですがやっていきたいと思います。お願いします。いきます。お料理ドヘタ川柳。一度初期化されているため、お料理が下手で給仕係になっている灰桜、はい、そんな灰桜と同様にお料理が下手な方から川柳を送ってきてもらっています。イエーイ。さあどんなものが来るのか。最後誰だ、お料理下手な人。いきます。はい、スジャピーさんからの川柳です、うん、困ったら結局全部ゆで卵料理するぞと意気込んで卵を12個買ったが、うん、使い道が分からず、うん、結局全部ゆで卵になりましたいやー、ま、卵ってどのお料理でも使うような気はするんだけどね。するんですけど、するんだけど、意外とね、まあいいんじゃないですか。ほらね、ゆで卵、うん、富田さんもよくあるのかな。え、そうね、ゆで卵を作りがちなのかな。いつもね、クリーチャーみたいなゆで卵を作っちゃうなんでゆで卵で失敗できるのそう、気づいたら鍋の中で割れてて、さ、入れる時にさ、ボチャンって入れてない？入れてる。スコンって入れな、優しく優しく入れてるし、うん、だからゆで上がってる最中に、うんうん、一部が多分割れて、うん、なんか中身がニューって出てきちゃうの。まああるあるある。そうそう、ゆで卵が一番楽って言ってるね。まあでも味変わらんし。そうやね、美味しいよね。頭使って入れればいい。あ、お玉ね。お玉か、お玉ディスられてんのかと思った。いや、そう、急に私の悪口言ってくるやんと思って。頭使いなよみたいな言われてんのかと。お玉ね、お玉ね、さ、熱いからね、はい、お湯ね。はい、はい、お料理は気をつけてやろうね。気をつけよう。まあゆで卵美味しいし、いいよ、いいよ、いいよ、うん、で続きまして、運命の車輪さんからいただきました。はい。美味しくない、それはあなたの主観でしょ。食べ物の美味しいまずいは、人それぞれで違うので、私が料理が下手なわけではないのです。はい、論破真理だこれあ、そうなの。あ、じゃあ、まあ、失敗しちゃっても自分では美味しいって思えば成功なんだね。私も今度から使おう。そうよ、料理の写真あげて、またなんか、うん、変なの、変なのって言われたら、それはあなたの主観ですよねそうだね、私から見たら美しいんですこれですけどみたいな、うん、ね、まあ、感性はね、人それぞれ違いますからそうですよ、うん、いいんですよ、失敗したとしてもそれは失敗じゃないですからでもね、限度ってあるってコメントで。それはそうだよ、うん、丸焦げで成功とは言わないんだよ。そうね、うん、論破されちゃった。そうね、いや、いいな、ポジティブっていいな、ね、うん、続いて、はい、ゴンさんからいただきました。ありがとうございます。かき氷全然削れず塊で、お待ちかねのちくり川柳です。でしょうな、以前脇さんがやられていた動画の中で披露したかき氷です。うん、横着してかき氷機専用ケースで氷を作らなかったためどういうこと、氷が入らず放送事故かと思うレベルでガリガリガリと音がしていました。最終的に氷の塊にシロップをかけて食べていましたこういうなんとかなるでしょの感じでやると失敗するのが料理ベタあるあるだと思います。僕も大体失敗するときはこのノリです。え、そうやな、歯痛めちゃうじゃないですかいや、だってと氷食べるでしょ、ガリガリ、それと一緒だよ。私は顎関節症でじゃあトミーには作れない、私はかき氷、うん、
そう、ちゃんとやる、うん、かき氷家で作る？作んないっす。作んないんだ、はい、ダメだこれは話にならないえ、なんでなんかちょっとマウント取られてんの私、おかしくない？え、ちゃんとねみんな作るときはあのかき氷専用のね氷を自分で作ってから作ってくださいね。そりゃそうでしょ。はい、では続きまして、はい、JB さんからいただきました。ありがとう。自炊したご飯の上にシャウエッセントミーさんが自炊をしているという話題になって出たメニュー、ダンスの先生にそれ男子大学生しかやってないよと言われたエピソードと合わせて100点だと思いました。おいしいじゃん、白米にシャウエッセン、おいしいですよね。シャウエッセンはおいしい、わかるわかるわかる、おいしいやん。シャウエッセンは何したの？え、茹でたボイルしたの？ボイル茹でました。茹でて、いや美味しいじゃんだって、白米の上に乗っけて、はい完成、はい、いや美味しいよね。いやうまいですよね。シャウエッセンはめっちゃ美味しい。うまいならいいじゃんそうだよね。いやなんか、うん、違います、こうすごく手の込んだお料理も素敵だけど、なんかこういうのでいいんだよみたいなご飯あるじゃないですか。わかるよ。それそれよ、結局好きでしょシャウエッセンご飯。みんなやっぱさ、そういうのを喜べる人間でありたいよね。そうね、何が悪いんですかこれのね、何が悪いんですかこれの。そうですよ、これ富田さんからしたらこれはもう自炊なんですから理解できませんね、はい、続いてゆうきまるさんからいただきました、はい、ありがとうございます。シャノワール、キャストほとんど料理しない、シャノワールのキャストの中で料理がうまい印象があるのは紀藤あかりさんだけ。そうだね。中島由紀さん、楠木智美さんは食べせんって自ら言ってるので。そうね、うん、これこの話確か5人でなんか撮影した時もこんな話になった気がする、うんうん、話した話した、うん、あかりもなんか特別すごいするわけではないけど、うん、この5人の中だったら圧倒的にするね、うんね、なんかユッキーってしそうなイメージが勝手にあったんだけど、私もね、家庭的なイメージが勝手にある。うん、トモリルはそんなことないけどなんかユッキーにはすごいお料理とお掃除できそうなイメージがあるけどな、うん、ねえ、トモリルもあれなのかな。トモリちゃんもあれなの？仲間やん。仲間じゃんしくりコーナートモリルの出てこないかな。あ、そうトモリちゃん朝ラーするって。そうだ、ラーメン食べてんだ。そうだわ、そうだ、朝ラーメン食べるって言ってたうん、仲間やん。どう、5人でお料理対決する？ひどくなりそうしますか？ひどい結果になりそうではありますが面白そうだね。なんかね、5人で、うん、なんか一時期流行ってた、うん、こう制限時間内にお題のもの作るみたいな料理番組、ゴールデンでやってたじゃないですか。 ありましたね、はい、あんなのをやりたい。やりたいね。で誰かに、うん、食べてもらう、判定してもらう。判定してもらう、うん、誰だろう。くのさん、くのさん、いや女性には食べさせたくない。いや美咲さんに食べさせられないよお腹壊しちゃったらどうしよう。食べさせられないよ、ね、岡野さんとかなんで岡野さんならいいんだよダメだよダメか、うん、はい、いつかやりたいですね。はい、はい、以上です以上でした。我々最初から最後までこれでしたはい、変わらずでした。変わらずでした。ありがとうございました。ということで以上、お料理ド下手川柳でした。テレビアニメプリマドール、黒猫亭ラジオ局。テレビアニメプリマドール黒猫亭ラジオ局、お別れのお時間です、うん、ここから告知。まずはブルーレイ情報です。テレビアニメプリマドールのブルーレイが全6巻でリリースされます。第1巻は10月28日金曜日に発売です。第1巻にはキャラクター原案5名による書き下ろし全巻収納ボックスや
私たちが出演するスペシャルイベントのチケット優先販売抽選申し込み券、歴代のキー作品の名曲をキャラクターがカバーした CD など豪華特典盛りだくさんです。詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。はい、続いてコミカライズ情報です。コミックウォーカーニコニコ性がない電撃ジーズコミックページにて、プリマドールニューオーダーが連載中です。喫茶黒猫亭開店までのカラスバたちオートマタの過去を描く前日譚をぜひチェックしてください。さらにコミックブシロードウェブにてプリマドールようこそ黒猫亭へが連載中です。喫茶黒猫亭で繰り広げられるオートマタたちのハートウォーミングな物語をぜひチェックしてください。続いてコラボカフェ情報です。現在秋葉原なごみ堂さんとのコラボカフェを実施中です。コラボメニューや限定ノベルティ、アニメ制作資料の展示のほか、書き下ろしイラストの限定グッズを販売いたします。9月17日土曜日から一部コラボメニューと制作資料の展示が入れ替わりましたのでお見逃しなく。開催は10月3日月曜日までの予定です。また秋葉原なごみ堂さんではプリマドールテイクアウトキャンペーンも好評開催中ですので、お近くにお住まいの方はぜひ足を運んでみてください。詳細は秋葉原なごみ堂の公式サイトをチェックしてください。さらに秋葉原なごみ堂さんではプリマドール公式ファンクラブとのコラボイベントのアーカイブ配信を10月10日月曜日まで配信しています。チケット購入者の中から抽選でメインキャスト5人の直筆サイン入り限定ブロマイドをプレゼントします。私たちもサインしています、うん、詳細はプリマドール公式ファンクラブサイトをチェックしてください。そして現在プリマドール公式ファンクラブがオープン中、設定資料の公開など内容盛りだくさんですのでぜひチェックしてみてください。その他お知らせは公式ホームページ、ツイッターをご確認ください、うん、お知らせもまだまだありましたね。ありました。はい、ということであっという間の第13回でした、うん、みんな見てくれてありがとう。早かったな。ねえ、あっという間だった。すごい楽しかったな。ねえ、はい、じゃあね、今回でレギュラー放送は最後になりますので、うん、じゃあメッセージを言っていきましょうか。メッセージ、はい、じゃあ富田からかな。お願いします。はい、皆さん改めて全13回お聞きいただきありがとうございました、うん、なんか最初の方は結構シリアスな場面も多い作品だから、うんうん、真面目にラジオやろうと思っていたのですが。そうなの。はい、いや真面目にやってましたよ最後まで。真面目でしたけどもここまでゆるいラジオあんま最近見ないなと思って、はい、大変ゆるくやらせていただきました。これからね12月に登録もございますので、皆さんぜひ黒猫亭ラジオ局の応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。イエーイ、ベルクトゥエンジョイ。何今のマキさん。じゃあ何、え、何お疲れの今の。あ、なるほど。感想を、はいはい、はい、改めましてわきあずみです。大丈夫か。いや寂しいなと思いまして、いや私はトミーと久しぶりにやめて、ちょっと最後はしんみりさせてください。しんみりしたいよ。はい、はい、トミーと久しぶりのラジオということで私は楽しみだなと思ってやってきました。いや作家さんがめっちゃ笑うからさ。真面目にやってるの。笑ってない。私は真面目にやってる今真顔です。はい、そう、あのやろうかなと、うん、どういうことだ。あのトミーとね楽しくラジオやっていこうかなと思っていたんですけども、はい、うん、なんか思った以上に食べたり話したり、うん、ねすごい本当楽しい13回だったなと思っております。うん、まだまだ話し足りないこともいっぱいあるし、他のキャストさんと、ね、もっとキャラクターのこととか、あのお芝居どうやったのとか聞きたいこともいっぱいあるんですけど、公録も楽しみだし、うん、スペシャルイベントの方も、そうですね、楽しみですし、うん、ぜひぜひ皆さんにもこれからもプリマドールラジオ局もそうですし、プリマドールという作品自体愛していただければなと思っております。はい、お願いします。お願いします。12話の感想や改めて気になった質問は
12月の公開収録でご紹介していきますよ、うん、なのでラジオトークの番組ページにある質問を送るからまだまだ募集しておりますので送ってください。お願いします。はい、リスナーさんからの質問を制作チームにぶつけるミュミュミュな質問もやる予定なので質問をお待ちしております。はい、うん、まあ、そしてね、我々へのね、シーンのアフレコどうでしたとか、うんうん、歌のここってどういう気持ちで歌ってましたかみたいなね、そう、質問もお待ちしております。待ってますよ。はい、そして公開収録でも、うん、リンククイズとお料理ドヘタ川柳やりますので、あら、まあ、そちらもよろしくお願いします。やるんですね。トモリルと中島さんのちくり川柳もあればぜひぜひぜひ、本人たちのいないところで教えてください。私たち、あ、ユッキーの2017年6月30日のツイッター、うん、だいぶ前だな。ポン酢ご飯するとき、いつも普通のポン酢なのでおすすめは普通のポン酢です、んと言っております。してるな、ポン酢ご飯。ポン酢ご飯やってんな、ユッキー、うん、美味しいのかなね。ユッキー、シャウエッセンご飯も美味しいよ簡単だよ。ユッキー、どう？めちゃめちゃ簡単だよ、うん、だってお米とあともう一つでいいんだもんね。そうそうそう、おすすめよ。最高じゃん、うん、じゃあユッキーとね、トモリルとね、あとアカリンのもね、うん、そうね、もしあればぜひちくりメール送ってくださいお願いしますはい、ということで13回ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのお相手は灰桜役脇あずみと月下役富田美優でした。バイバーイ。